ルドルフ・ラチエンは、ドイツ人貿易商。1902年に、炭酸水販売会社の社員として来日し、ドイア・サオと結婚した。東京都青山の旧宇和島藩、伊達屋跡地で、自動車や写真機、刃物などのドイツ製品輸入業の、ラチエン商会を営んだ。同時に、ポリドールレコードの日本代表も務めた。東京都赤坂区青山北町の自宅の他に、 神奈川県藤沢宿毛沼に別荘を持ったが、関東大震災で崩壊したため、1932年に茅ヶ崎市茅ヶ崎に約1万5000坪の土地を購入し、住宅を建設した。拉致園は桜を好み、家の前を海岸に向かう道を桜並木とした。この通りは、拉致園通りと呼ばれている。茅ヶ崎の住宅は、 太平洋戦争後から1952年8月26日まで、アメリカ軍の一時使用施設に指定された。その跡地の一部は、現在、松川から支援通り公園となっている。ありがとうございます。